完璧に使ってるでしょ。これがもう最高の漬けダレになってますんで、この漬け。どうも、チャンネル編です。キョーン。バーザン。ということでですね、今日はですね、旬の新玉ねぎを使った丁寧なお料理をやっていきたいと思います。新玉ねぎはですね、今の時期にぜひ召し上がっていただきたいお野菜でございますので、今回はですね、みんなの大好きな漬けにしたいと思います。新玉ねぎはね、いろいろやってきたんですけども、この料理、めちゃくちゃ美味しいです。しかも、保存ができる、作りができる、ご飯もお酒もガンガン進むっていう料理なんで、これをぜひやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。ではですね、材料は新玉ねぎ1個、これ大きめの新玉ねぎなんで1個、まあ大体 300g ぐらいなんですけども、1個 300g のもの用意してください。ちっちゃめだったら2個ぐらいつけておいても大丈夫です。 300g から 400g ぐらいのものであればもう全然あの味付けて大丈夫です。ニンニクが2かけ、あとは調味料はね、概要欄に書いてありますので、そちら、チェキナしてください。チェキナ。今回は無限と漬けが入り混じっておりますんで、僕を無限かけ漬けにしていきたいと思います。やれるのかー。どんなお酒にしようかな。タイ名にしましょうか。僕の大好きな、はい、水割りにしましょうかね。はい、じゃあ、タイ名の水割りで乾杯したいと思います。乾杯。あー、麦の香りがいいんじゃ。ということでやっていきたいと思います。できたいと思います。新玉ねぎね、新玉ねぎはね、の特徴は普通の玉ねぎと比べて非常に甘みが強いというところですね。あの、皮がありますんで、皮はね、ちょっと見てくださいね。この皮はね、ちょっと硬いんでね、こういうのでね、グラム測ってくださいね。グラム上がると、さっき測ったらこれは 280g ぐらいのものだと測ってください。新玉ねぎもね、あの 150g ぐらいのちっちゃい新玉ねぎが売られてることもあるので、そうすると味がぶれちゃいますので、基本的に僕はあの大体のお料理をグラムで表記してます。なんでかっていうと、味がぶれてほしくないからね。じゃあ4分の1しますよ。4分の1して、ちょっと ばらしますね。これで玉ねぎを乱切りにします。乱切りにしますよ、こうやって。ラーンっていう感じですね。僕はハイバラ派です。新玉ねぎと玉ねぎってどう違うんじゃいっていう風に思ってる方もいらっしゃると思います。新玉ねぎっていうのは辛みがすごい少ない、そして葉肉が柔らかいんですね。柔らかいので非常に漬けに適してます。新玉ねぎっていうのはだいたいね、3月から4月、まあ5月ぐらいまで出回ってるかな。それぐらいしか出回らないんで、本当に時期物です。冬場は手に入りません。なんで今召し上がっていただきたいなっていうもののナンバーワンですね。この料理なんですけども、一応玉ねぎで作ることもあるんですけども、新玉ねぎのが果肉が柔らかいんで美味しく仕上がります。で、乱切りはこうやってね、2枚ぐらいやって、ラーン、玉ねぎが切れました。そしたらね、器にこうちょっとこう並べるんですよ。こうやって、ちょっとね、ものによってはね、少し辛みがあることもあるんで、レンジで加熱していくんですよ、これね。1分から1分30分、まあ今回はもう全然1分にしましょうか。1分加熱します。こうすることによって辛みが飛びますし、あとこの汁の疲れもよくれます。ニンニク2かけありますんで、これはもう潰して、潰すだけ。包丁で潰すのが怖いっていう方は、潰すと非常にいいニンニクの潰し方になります。じゃあこれバラバラにしときますね。でもあんまり加熱してしまうと、新玉ねぎの本来のシャキシャキ感というのが失われちゃうんで、1分から1分半ぐらいで大丈夫です。でここにニンニク入れます。ニンニク、はい。で、ここで、初めて漬けだれを、入れるわけですね。漬けだれね、やっていきたいと思います。まずお醤油でございます。大さじ5杯の、お醤油ですね。あ、そしてお酢です。お酢結構入ります。大さじ3杯ですね。お酢もね、非常にお酒とも合いますんで、大さじ3杯。お水ね、お水を入れましょう。ね、お水1。
ね、大さじ2杯ぐらい。砂糖が大さじ1半ですね。お砂糖の甘みが入ることによって非常にまろやかな旨味が入りますんで、はい、これですね、大さじ1半ですね。味の素を1,2,3,4,5,6,7,8 振りですね、はい、これで旨味をつけていきます、はい、ごま油が大さじ1杯、ね、これで風味をつけていきます、はい、ね、でこいつをここにやってつけていきます。最初は結構使ってないような感じがするんですけど、どんどん新玉ねぎってすごい柔らかいんで、どんどん使っていきます。もうちょっとキュッとした容器の方がいいかもしれないですけど、マギの唐辛子をここでちょっともうパラリッとね、パラリッと小ネギを、ほら可愛いでしょ。蓋閉めていただいて、できれば時々なんか全部ひっくり返した方がいいと思います。あの下しか使ってないんでこれって、時々ひっくり返してもう一晩ぐらいね、6時間ぐらい、寝かしておくと完成だと思います。はい、完成したものがこちらです。はい、ということですね、昨日シラフの僕がね、つけとったんですよ、これでございます。はい、ほら見てください、完璧に使ってるでしょ。タレの分量とあの玉ねぎも同じですから、さっきの、タッパよりちょっとちっちゃいんですよね。なんでちょっと小さめのこれぐらいの方が浸かりやすいかもしれないですね。これあの一晩つけたやつです。時々、こう全体かんましましたけど、これがもう最高の漬けだれになってますんで、この漬け新玉ねぎ漬けの完成でございます。はい、ということでできましたので、できたいと思います。いただきます。見てください、こんな使ってるんですよ。この旬の玉ねぎを、旬の新玉ねぎ、こうやって漬けるとどんだけうまいか皆さん実感してほしい。じゃあいただきます。聞こえてますか、この新玉ねぎのシャキシャキ感、バリうまいです。ご飯ともお酒とも合う味になってますね。味のパンチ的にはかなり効いてるんですけども、すべての居酒屋でこれをメニューとして置いてほしい。焼酎も合うし、ハイボールも合うし、何でも合うと。ごま油の風味もすごく効いてるし、ちょっと甘めなのもいいですね。そしてこの唐辛子の辛みですよ。全員集合で乾杯。乾杯。はい、じゃあ召し上がってください。これね、いただきます。一晩漬けの新玉ねぎですね。最高でしょ。うまい。いや、これはうますぎ、うん、なんか想像してた味じゃなかった。全然うまい。ちょっと中華入ってるからね。そう、あ、そうだね、う中華っぽい。まあ、和じゃないんだよ。ただ、醤油漬けは結構あるんだけど、うん、これの場合魔改造してるんで、うん、これうまっ。昨日試作して、うん、今すぐ出したいと思ったから今日やった、うん、普通の玉ねぎでやる場合はレンチンをもっと長くして辛み抜いたらいいと思う。辛み全くないでしょ、これ。辛み全くない、全くないでしょ。ラッキョっぽいような。ああ、そうね、ラッキョっぽくない、うん、これ。玉ねぎを使ったレシピいっぱいあるけど、うん、玉ねぎだけしか使わないレシピってほとんどないから、うん、今回の無限新玉ねぎ漬け非常に美味しいので、ぜひレシピ通りに、今しかできないですからね、奥さん。ということでよろしくお願いします。なんかうさんくさくなってない。奥さんって言い方が詐欺師みたい。こんなお酒にしようかな、ジンにしようかな。あ、でもダメ、スマブラの匂いだから、ちょっとダメ。いやー、ちょっと粉コラボ来ねえかな、マジで。これこんなに名探偵コナンのこと喋ってるの来ないかな。多分来ないと思うんですけど。